ロイス・ハインリヒ公子、ハインリヒ33世とその妻し、1918年、以前ハインリヒ33世、ロイス・ツー・ケストリッツは、ドイツの貴族、軍人。ロイス・ケストリッツ公子、ハインリヒ7世とその妻で、ザクセンバイ・マル・アイゼナ派対抗カール・アレクサンダーの、娘であるマリーの間の第二子、次男として、父の赴任先である、ウィーン郊外のマウアーで生まれた。 プロイセン陸軍に入隊し、この絵軍、第二隆起兵連隊の勝尉まで登った。また大使館初期官としても働いた。1913年5月17日に、ポツダムの新宮殿において、プロイセン王子、フリードリ・ヒレオポルトの娘、ビクトリア・マルガレーテと結婚した。夫妻は間に二人の子女を設けたが、第一次世界大戦後の1922年に、離婚した。 1929年4月10日にパリにおいてアメリカ人女性アリー・イン・トゥーと再婚するが1935年に離婚した。1935年5月1日国家社会主義ドイツ労働者党に入党し同党の360万3963人目の党員となる。しかしその後同党から除名される。ナチ党の反ユダヤ主義に抵抗していた。 フリーメイソンのドイツグランドロッジに、1932年頃まで、ところを属していたのが発覚したためだった。ピトラー・パリス、ジョナサン、ロイヤルズ・ザ・ライヒ、ザ・プリンセス・フォン・ヘッセン・イン・ナチ・ジャーマニー、ニューヨーク、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、P385、http://books.google.com/.books、id=L4phmtq。 kc p i c o g r a イコール pa 517 dq イコールプリンス2十二アレクサンドルフェルギナンド22オブプロシアプラス1912 hl イコール en a イコールタケグタス7 c p p q リ9 6ル gtcq サイコール x o イ,イコールブックリザルトカラットイコールリザルトレスナムイコール3 ベドイコールレーセディックロクエワグ V イコールオニパゲ &Q&F イコールフォルス最初の妻の父フリードリヒレオポルトが1918年の帝政崩壊までドイツグランドロッジのグランドマスターを務めていた。ありがとうございます。